先発はディクソンでした。まあ、初回ピンチを背負ってワンアウトランナー三塁一塁、ホークスはチャンスだったんですが4番のイデホがショートゴロ、これが併殺だ。ディクソンも立ち上がりはやや不安定ではあったんですよね。いやもうかなり不安定だったんで、ここで1本出てたら本当にどうなってたか分かんないですよね。はい、さあ一方ホークス先発は中田健一、2回のピッチング、ワンアウトの後 T 岡田、これはうまく落ちるボールを拾いましたね。いやこれは本当にうまく打ったなっていうのを思いましたよね。はいはい、そうですね、これがツーベース、チャンスをつかむんですが、ただここから中田踏ん張って坂口は三振、さらに鉄平もここは内野フライト、ここは力で押し込んでいきました。そうなんですよね、はい、なんかこう落ちるボールで来るんじゃないかなと思わせておいてのまっすぐの強さでしたからね。そして4回です、ワンアウトランナー二塁一塁でホークスチャンス、松田の打球はショートへのゴロ、足立がセカンド送球それました、記録はエラーで満塁。まあここはフォアボールとミスが出たんですが、その後柳田押し出しのフォアボール、ホークスが1点先制。まあ、ここは少しバファローズ嫌な流れはあったんですが、ただここはディクソンが踏ん張りました。鶴岡、これが大きかったですよね。セカンドゴロ併殺だ。結局この回ホークスは1点止まりでした。そして7回です、森福から先頭バッター坂口、この打球ラインドライブでボールはスタンドへ消えていきます。第2号ソロホームラン、1対1同点。そしてゲームは延長戦に突入します。延長戦に入って10回、ランナーセカンド、チャンスを作ってバッター内川、平野がここは抑えてセカンドゴロ、これ勝負でいったんですね。そうなんですね、はい、平野が0点に抑えます。そして10回、五十嵐から落ちるボールを俊太がヒット、先頭バッター出る。まあ、その後足立のバントで二塁に進んで、代打は平野圭一、ピッチャーゴロ、ここで俊太飛び出した、二三塁間に挟まれてしまいます。これでタッチアウト。まあ、少し嫌な流れはあったんですが、12回です、バファローズの先頭バッター俊太フォアボール、柳瀬にピッチャー変わっていますが、ここでバスターエンドラン見事に決まって、これでランナー三塁一塁。まあ、このあと足立が盗塁成功でノーアウト二塁三塁、足立もガッツポーズ、丁寧な表情も印象的です。そして伊藤が低めの難しいボールでした。そうですね、本当にこう見逃したボールですからね、はい、これが距離は十分、犠牲フライ、俊足の俊太ホームに帰ってサヨナラゲーム、バファローズ今シーズン初のサヨナラ勝ちを収めています。この1点でバファローズが逆に 0.5 ゲーム差、首位に躍り出ました。